今日はドラゴンクエスト2ファミコンバージョンやっていこうと思います。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あ、2つ当たっちゃうんだね。どっちで行こう。ドラクエ1と一緒だ。兵士がたどり着いた？老列車の王様、大神官ハーゴの軍団が、我がルーンブルクのお城。大神官ハーゴは、まがまがしい神を呼び出し、世界を破滅させる気です。王様、何卒。ご対策を。王子ドジよ、話を聞いたな。そなたもまた勇者ロトの血を引く者、その力を試される時が来たのだ。旅立つ覚悟ができたならわしについてき来てまいれ。ドジ王子、じいは王子と離れるのがつろうございますぞ。旅のご無事を祈っております、ドジ王子様。ドジ王子様ってなんか、やだね。さあ、宝箱を開け、旅の支度を整えるが良い。タマルトリア、ルーンブルクには、ルーンブルクには、同じロトの血を分けた仲間がいるはず。その者たちと力を合わせ、邪悪なる者を滅ぼして、どうも剣？もっといい装備くれてもいいと思うんだけどね。武器や道具、防具は必ず装備してください。持ってるだけじゃダメですぞ。そういうこと？アドジョージ、行ってしまわれるんですね。私は切のございます。言葉がちょっと古めだね。このお城から西に歩けば、リリザの町です。ああ、鍵必要な感じか。ああ、扉を開けるっていうコマンドはなくなってるんだね。正しき神は正しき者の味方になり、行く先々の教会を訪ねなさい。きっと助けになることでしょう。鍵を手に入れないとダメなんだ。扉の向こうに入った者はたちまち遠いところに飛ばされ、遠いところに運ばれます。アマルトリアには若き王子、ムーンブルクには美しい王女がいるそうです。ローレシア、ワンワン。高いな、50ゴールドしかもらえないってちょっと厳しくない？まあいいや、行こうか。西に行けばいいんだよね。よし。少しレベル上げした方がいいのかな。スライムに先手取られるって相当遅いよね。勇者
動き、素早さか。一発で倒せたり倒せなかったり、経験値値か。アイアンアイアント。嘘。うわ、強っ。ちょ、早すぎた？来るの。いや、強っ。ちょっと待って。強くない？ 5。 あ、これ負けたわ、これ。逃げよう。セーフ。気づいてなくてよかった。で、ここの町が？リリザの町。ワンワン。この町を出て北に歩けば、サマルトリアのお城ですじゃ。噂では、ローレシアの王子様がハーゴン征伐の旅に出たらしいわよ。え、あなたがその王子様？さあ、信じてないようですね。僕の怪我をすると歩くごとに体力がなくなりますよ。教えてくれるんだ。うわ、いきなり話しかけないでくれ。おしっこは足にかかったじゃないか。発症してんのか。セーブできるのかな。正しき神や正しきものの味方になり、我が教会にどんなご用でしょうか。セーブはまた王様に話しかけるシステムか。西に行くと心があります。そこからムーンブルクに行けるそうですよ。なるほど。ちょっとここで レベル上げた方が良さそうだね。キメラの翼80ゴールだったか。ムーンブルクがハーゴンに襲われたという話を知ってるのか。むむ、やはり誠の話であったか。コンボ。いや、何も、銅の剣100ゴールドもするの。鎖は、川の盾欲しいな。盾持ってないかな。また来てくれよな。レベル上げしよう。よっ。レベル上がってくれ。お、あった。に上がった。寝よう。これでだいぶあれじゃない、戦闘しやすくなったんじゃない。地図見れないよな。ドラキーやばそう。強っ。ちょっと待って。よし、強っ。
強すぎない？こんな強いの？いや、やばい。F だけど。めちゃくちゃ強いんだが。ちょ、薬草買ってった方がいいか。敵が強すぎる。序盤なのに。全然ゴールドたまらない。あんま遠く行かずにここで食べられる。もう一発でやれた。レベル3ぐらいになったらだいぶ楽になりそうだね。で寝る。ゆうべはよく寝れましたね。ありがとう。ゲロ。お、センチ取れた。やばい。よし、レベル上がった。待って、それはまずい。ちょっと待って待って。よし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 、逃げれた。怖すぎでしょ。盾買いたいよね、とりあえずは。さあ見てみようか。40、22、9。力と素早さの概念しかないんだね。賢さとかそういうのはまだステータスはないんだ。お、ダメージ減ってる。 11？だいぶダメージでかくなった。とりあえずここでちょっとね、盾を買っていこうか。これ食べて。だいぶあれじゃない。いやー、まだダメだな。一発でいけるけど、ダメージめっちゃでかい。90だったっけ。川の盾。ん？お、薬草ゲット、ナイス。ダメージでかっ。ちょっとこれ温存しときたいな。高いもんね、薬草。
と奥で帰る。あ、プスで取れなかった。まずい。通婚は入らないでしょ。え、ちょっと、えぐ。半分削られてる。いや、待って。強っ。いや、温存しときたいなぁ。薬草は。はい。はい。買ったら、買うか。めっちゃ落としてくれる。ありがてえ。レベルも上がった。力5。でかっ。アグはでかいぞ。そして防御力も上げるから、避けられるっていうね。昔のドラクエある。川の盾を買いますと。いえ、どんな強さが分かんないんだ。怖いね。どれぐらい上がるかって分かんないよ、これ。13上がった。だって、13でしょ？強さ。守備力3。力17。銅は10上がって、鎧は、え、なにこれ？レベル上がっても、防御力上がらない感じなのかな？どういうシステムなんだろう？でかいな、ダメージ。レベル5までちょっと上げようか。いや、ありがたい、マジで。そんなにもらえるの。あ、だいぶ、あれだね。楽になってきてる。
作業芸になっちゃうけど、しばらく。配信初めて出た。あげたら大丈夫し。先手取られるのきついね。デバイス上がらないかな。出る。これ全滅したらお金やっぱ減っちゃうのかな。初めて見る幽霊立つ。チャンス。ダメージでかくなってきた。お、レベル上がった。じゃあ、いきますか。断念で。確か北だよ。90とか。
しいモンスター。まあレベル5まで上げてるからね。なんかモンスターのエンカウント多くない？こんなもんなのかな。もうダメージ1とかめっちゃ気が楽だわ。120溜まってる。南の空が赤く燃えるのを見ましたわ。あれはムーンブルクのお城だったのでは。正しき神は正しき者の味方になる。逃げてきやがった。チャンス。世界は破滅するんだ。盗みくらいいいじゃねえか。ねえ。自暴自棄になってる。あれくれ、あらくれ、ちょっと来てくれ。話そう、俺と。なんでそっち行っちゃうの？俺と話したくないのか？いや、めっちゃ、避けられるんだけど。うっせぇ。よし。ボス、いいこと教えてやろう。銀の鍵を手に入れろ。銀のドアなら、それで開くぜ。なるほど。こっちでいいのか。ドア開かないね。なんだこれ。ここは、カイン王子の、妹君のお部屋です。あなた誰？お兄ちゃんのお友達？ならいいこと教えてあげる。お兄ちゃんね、割とのんきなの。結構寄り道したりするんじゃないかな。なるほど。お城の遥か東に勇者の泉が湧く洞窟があるそうです。これはドジ王子、よくぞ参られた。ドジが次のレベルになるには114ポイントの経験が必要じゃ。わしの息子カインもすでに旅立ち、今頃は勇者の泉のはずじゃ。カインを探し出し仲間にしてやってほしい。そなたに復活の呪文を教えよう。あー、勇者カインって言うんだね。勇者じゃないか。ここの王はカインって言うんだ。ドジとカイン。東か。魔法が使える。力強くないのであまり重い武器や鎧使えないそうじゃ。なるほど。東か。サマルトリアの東。
エンカウントすごいな。ここは普通なのかな？なんか噂ではなんかめちゃくちゃエンカウントするって聞いたことあるんだけど。ファミコン版のドラクエ2。え？やばくない？エンカウント。歩くたびに食らうんだけど。いや、もう1レベル上げた方がいいのかな、これ。たまに、一発で倒せない時あるからね。これ怖いよ。え？ちょっと待って、エンカウントやばいっす。あと100必要でしょ。エンカウントやばいんだけど、ちょっと。ねえ、え？山だからとかそういうこと？防具買った方がいいのかな？お金貯めて防具買う？ちょっと貯める。150。何も買えないよね、確か。400ぐらい必要だよね。ちょっと、何言ってるか見に行こう。聖なるナイフ、鎖鎌、鎖片びら。聖なるナイフ、どれぐらい上がるのか知りてえ。どれぐらい上がるかわかんないよ。ちょっと厳しいね。あと50。出た瞬間にエンカウントとか、すごいな。これが噂のエンカウント地獄ってやつですか？誓い戦えば。え、待って、すごいエンカウントするんだけど。こんなもんなのかな。蝶のいっぱいだよね、これ。買うか。袋の…袋がないんだな。いや、武器とか防具がさ、買うまで…どういう性能かっていうのがわかんないの、ちょっと厳しいな。厳しいゲームだね、やっぱね、昔のゲームって。
えなら、ナイフ、勝ち合うぞ。どういうこと？え？にしか変わんない。ちょっとしまったかも。にしか変わんないんだけど、もったいないことしちゃった。まあいいでしょう。うわー、コインにスライム。いける？別、あー、待って、こいつやばいかもしんない。いやすごい。複数で出てきたらもう倒せないんだけど。MP の条件とかあるのかな？いやー、こんなのちょっと複数で出てこないでほしい。ちなみにあとどれくらいで上がるんだろう。聞きに行こう、王様に。16。いいよ。16だったら一発あげようか。一発あげてみましょう。いや、まだホイミスライムちょっと対処できない。あと10。順番入れ替えられないのかな？装備品とか。バラバラなのちょっと気になっちゃう。よし。
point. で、これで行くか。カインという勇者仲間を探しに行こう。いや、僕消しゴム持ってきてなかった。やばい、めっちゃダメージ入る。17でかい。1から3のランダムに変わってきたね、ダメージ食らう。あ、こいつらだったら大丈夫そうだね。なんかただホイミスライムが出てきたらちょっとやばい。やばそうなの来た。あら、危なっ。経験値あんまもらえない。どう考えても強いの。いや、強い敵と弱い敵が混在してるね。コンボ。21。4しか変わんないんだ。24548。だいぶ楽になってきたね。
勇者の泉を訪ねるのが、戦いに旅立つ者は勇者の泉を訪ねるのがローレシアだったら、わしなる。違う。道具持ってる。クソ持ってる。上ってこと？なんか場面変わったとこでもなんか敵出てくるんだね。ドラクエ2って。ファミコン版。回復系？何回も受けられるってことはちょっと楽しみか。ここはエンカウントしない感じ？した。回復してもらえるんだ。ありがたい。帰っていってるんだ。早いね、カイン。気づいてないときのチャンス。こいつ強いんだよね。経験値も上手くないし。10ぐらい欲しいよね、これぐらい強かったら。1匹で。
これめちゃくちゃお金貯まったんじゃん。どうなるでしょうか。ダメージもだいぶ出るようになった。ねえよ。240溜まってる。240溜まってもな。王子は戻ってこられたかな。寄り道する。いいえって言ったらなんて言うんだろう。物を売りに来たんでしょ。でも買わないんだよ。だかわいい。130頼まれたけど、まさか道を間違えた。めちゃくちゃ高い分レベルは上がりやすい感じは。鬼畜かもしんないけど、君はローレシアのドシオジでは？いや、探しましたよ。さあ、力を合わせて共に戦いましょう。あっさりしてる。あげるか。綺麗にならない。どうなんだろう。あ、売るのは道具やな。12、19、レベル1なのか。これなんか一旦なんかクッション置かないから必要なもの売りそうで怖いな。
それが怖い。南行けばいいのかな。聞いてみる。ねえ、私も連れてってよ。ダメだよ、お前は。お兄ちゃんの意地悪。行けばいいかとか教えてくれないんだわ。東、もうあそこ行ってるってことは。猿が取り、猿取り。うん。持てないのは分かるんだけど、どれを持てないかっていうのは分からないのちょっと厳しいよね。知ってみる。お、正解っぽい。意外とサクサク上がってくんじゃない？死なないでくれ。敵が急に強くなって。ワンチャンある。大丈夫。毒はまずい、それは。戻らないと。毒はまずい。キアリ覚えないよね。キメラの翼持っていった方がいいな。急になんかエンカウントめっちゃするようになる。なんかめっちゃダメージ多いようになったんだけど、思い違い？レベル上がった。一つ覚えた。何覚えた？ギラ。MP が足りない。
え、こいつもど、あ、そっか、こいつか。こいつ。キメラの翼必要だね。帰らなきゃ。1なら大丈夫か。やばいいる。まああれだね、確実に潰していこう。めっちゃ上がった。そして買い物か。力 1? いよいよ。よいしょ、いけるか。なんで同じやつを攻撃するんだ。ランダムなんだ。なるほど。毒消し層がめっちゃ強そう。現金な世界だこと。すごい意味が MP3 消費するから18。どのくらい、どれくらいでレベル上がるかちょっと聞いてみようか。400。めっちゃかかるな。わかりました。任してください。鎖鎌買いたいよね。その薬草でかい。それがもうないんだっけ。あ、じゃあ
後ろ。あ、ない。そう。道具屋社員。見に来た。はい。強さ見る。29。ほら、分かった。15。何やこれ。うわ、金額上がってやがる。お二人料金になってるね。仕方ないか。ヒメラの翼だったか。毒消しそう。ダメージどんなもん出るんだ。エンカウント連続するようになったらマジでエンカウント止まらないね。一歩進んでエンカウント、二歩進んでエンカウントみたいな感じになっちゃう。まあレベル上がるからいいけど。鍵がどうとこうって言ったよね。どこで手に入れるんだ。もう1レベル会員が上がったらちょっと行こうか。うわ、トンネルらしきものがあった。西の方に。毒消しそうもとかないとね。毒を消す草持ってないとちょっと厳しそう。ヒアリー覚えてないし。お肉出した。力の差がだいぶついてきたみたいだね。
よし。4。力上がらない。7にかかる。16。毒消し層3、4枚ぐらい持っていくか。ん？おまけ？何それ？ねえ、服部危険って。いや、持たされてもちょっと困るんだが。いや、話して。元気だ。ベルコ。マジ？はい。めっちゃ買い取ってくれるんじゃん。に来た。あれ？もらえない。ランダムでもらう感じ？した。アメージング。アキメランスまさか。寝ていこう。念には念を入れて。いやー、それにしてもエンカウントしないとき、ほんとエンカウントしない。ラリフォーアント、新しい。ソビット。あとなくなってる。使っていかないとダメだね、アイテムが。一発で倒せるけど、複数出てきたらちょっと厳しいかもね。確実に倒していかないと。無限ループ入っちゃう。
人いてよかった。40って何のことカインの攻撃はどうなった？あ、そっか、死んだから受け付けないか。ダメージでかいな。カインに集中攻撃してる。やっぱ分かってんだろうな。本能的に弱いやつを攻撃していくっていう。そういう感じなんだろうね。軍隊あり、新しいです。仲間呼ぶとかやめて、そういうのは。どういうこと？レベル上がった。一つ覚えた。なんだろう。キアリ覚えた。トマスは薬草でしのいでいこう。もったいないか。やばいやつ来た。いや、だんだん敵がそれっぽくなってきたね。ああ、場所変わると敵が出てくる感じなんだね。出しとく。なるほどね。場面変わるごとにエンカウントするんだ。
やばそう。無限ループ入るか、もしかして。大丈夫だった。帰お、もしかして。まあ、仲間呼んでる間はね、攻撃受けないから。レベル上がった。1あんま上がんなかった。いや、ネズミマジでカインをめっちゃ狙ってくるね。野生の本能なのかな。一旦戻るか、これ。一旦戻ろう。ナイス回信。ラリフをされたら怖え。どうなるか分かんねえ。マジか、避けられることあるのか。
と思うと。いや、怖っ。眠ったらどうなのこれ。この状態。やばい。あ、目覚めた。あ、すぐ目覚めるんだ。ランダムな感じなんだね。ならまだまあまあ。キメラの翼。うやん、400溜まってる。480だったよね、確か。鎖片びら。全部やめて。いや、すごい意地悪なことしてる。12上がった。毒消しそうとか。福引き券はもらえなかったね。チャンスは。
この方がいいかも。集中攻撃されちゃうもん。21。この方がいいな。よしよし。一撃でね、カインも倒せるようになってきたから、ちょっと楽になってる。あとどんなもんでレベル上がるんだろう。そういうのすごく気になっちゃう。576。だいぶ長い。ちょ、キミラの翼買ったか。買えるかな。買えない。仕方ないか。じゃあ2枚薬草買って、でかいよね。持ってないよね。福引き券精度いい。逃げてる。それ怖いよね、こんな一撃で倒してくる。ちょっとね、対面したら俺も逃げたくなっちゃうわ。嫌い。うん、やっぱりカインをめっちゃ集中攻撃してくれない、こいつら。野生の本能なんだろうな。よかった、簡易に装備させて。めっちゃ集中攻撃してるね。尋常じゃないぐらい。
ちょっと階段っていうか登る前にちょっと行けないとこに行こうか。下の方は、あの防御力を上げると楽になるね。HP の心配もしなくていいから回復も腹部危険それもらえる腹部危険腹引き引きか腹引き剣捨てよ。でかいぞ。めちゃくちゃいいんじゃないの？ここは撃たんかっけ？ここで撃って。必死そうはいらないな。こんだけ。持たせる気なんだい。今ないよ。ダメか。
ヒノキの棒。よし、飽きたわ。新しいモンスター来ました。硬い。1しか与えられない。かい。うっ、お金もらえるの。めっちゃでか。お金もらえるのでかいね。まんべんなくこう消してくる。よしよし。銀の鍵ゲット。鍵開けられるんだよ。ラッキー。いら。いや、魔法に弱いんだこいつは。袋欲しいよね。袋ないよな、まだ。この古いドラクエには。袋機能できたのいつからなんだろう。意外とこいつ攻撃力高いから、ちょっと早めに潰しておきたいっていうね。シグ毒もあるし、ちょっと厄介。トゥル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 トゥ全体攻撃になったのっていつからなんだろう。ドラクエ1もあれだよね、メラみたいな感じだったの。確かに
もう500は積もってる。光り方ビラ、自分の分買おう。あ、毒になっちゃった。戦闘中はあれなんだ。ピアリーどれぐらい MP 消費するんだろう。3回復計算か。回にしてはなかなか伸びがじゃない。避けられた。ちょっと鍵開けるたびに出ようか。勝手に開くのかな。鍵が合わない。あのタイプ。じゃ何もないから、多分あれも開かないと思う。猫がカムチョカムチョカムチョって鳴いてる。うわ、だいぶマジ敵を簡単に倒せるようになってきてる。エンカウント地獄入った。鎖鎌とか装備できないよな、多分。6変わるのでかい。あとでいいや。
鍵あるでしょ。なんだこれ。横向けない。吹き引きしよう。え、売っちゃったんだけど。マジか。え、もったいないことしちゃった。50ゴールドだからめっちゃ得かなと思って売っちゃったんだけど、もったいないことしちゃったね。面白いもと、あっちにもあった。レベル上がった。3。え？ 3 だけ？力3だけ上がった。このステータス上がらんのかい。でもね、1上がるだけでだいぶ変わるもんね。テレレルトゥルルルルル。何があるんだろう。ここは牢屋。王子様のような方が来るところではありませんぞ。なんか閉じ込められてる。こっち来て。あらくれ。おい、牢屋の鍵は持ってるか？ここを開けてくれたらいいことを教えてやるぜ。牢屋の鍵は持ってないね。あの鍵は合わない。魔除けの鈴は魔法のお守り。眠らされたり呪文を封じ込まれたりすることが少なくなるとか。ドジはまだ子供なのに、辛くなったらいつでも帰ってきていいのよ、ママ。いないよね。じゃあちょっと王様のとこ行って、今日はっていうか一旦終わりますか。キリのいいとこで999,000。そなたがハーゴンを倒してくる日を楽しみに待ってるぞ。ではまた会おう、我が息子よ。よし、ということでね、パート1はこの辺で終わります。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。